お顔はこういう形で陶器肌でいいんですけども、まさか、ね、あの首だとか 手にまでは塗れないじゃないですか。だから色がつかない方がいいので、そういう時にホワイトベール、これはもちろんお顔にも塗っていいんですよ。だから、まあ、あのファンデーションを塗りたくないわ、色つきたくないわって言ったらこのホワイトベール。どちらかというと皆さんによくやるのが、美白クリームですかって言われるぐらいのものだった。だから保湿しながら美白するクリーム、これ SPF27 で言ってます。通常の日本でしたら十分の量なのね。それからもう一つ、例えばあなたみたいにこうやって耳が出てる、こういうところにファンデーション塗りたくないじゃないですか。そういうところ、何しろ襟足、首、ね、手のもう少なくともこう、もうできれば肘ぐらいまでは塗ってほしいんですよ、ね、意外に、ね、年齢いってからシミが出てる人が結構多いんですよね、あれ紫外線なんですよ、ほとんどが、うん、紫外線に当たる場所は全部つけるくらいの、特に顔、ね、あの首、手ってことはとっても美容で大切なので、そこだけは皆さん塗られると絶対いいと思います。